こんにちは。傘ライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。フレンチトーストってどうやって焼くのっていう質問をしてくださった方がいるので、あ、皆さんフレンチトースト作らないんだなと思って、すごい簡単だから朝食でもお昼なんかもちょっといいかもしれませんね。フレンチトーストの作り方を今日は配信したいと思います。この卵とそして牛乳ですね。こんな感じですかね。平らなちょっと深めのお皿に入れます。そしてお砂糖は大さじ3分の2ぐらい入れました。そしてこのね、泡立てが苦手な人でもフォークで泡立てるとすごくよく混ざるので、フォークで丁寧に泡立てます。黄身が残らないぐらいよく泡立てましょう。まあ、大体こんな感じでいいですね。まあ、綺麗に泡立てられなくても大丈夫です。まあ、混ざってた方が焼いた時綺麗ですね。こんな感じです。まあ、2つ作りますね。2枚こんな感じで混ぜました。ここに、まあ、食パンを入れていきます。ではここに食パンを入れていきます。食パンをこうつけたら、ちょっとまずは裏返します。少しつけといてね。でこれぐらいだとこう卵の液もうまく染み込んでいかないんですね。このぐらい裏返したぐらいでちょっと時間を置いてもうまく染み込んでいかないので、お箸で数箇所、お箸で数箇所こうやって一番染み込みにくい端の部分を少し刺しておきます。こちらも同じようにやっておきますね。周りが染み込みにくいので硬いところちょっと刺しておきます。そしてもう一度裏返します。そしてまたちょっと刺して染み込まないところがないようにしたい。この中心もちょっとやっとこうか。ちょっとこうやって押して、だいぶこの準備した卵液が吸い込んでいくので、何度かこうやって押したり、吸い込ませたりしながら、だいたいこの卵液が少し残ってしまうかもしれないけど、フライパンにのせて焼いた時に上からかけてしまえば OK ですね。これで両面を焼いて丸焦げにしないように上手にフライパンで焼いて出来上がりです。これお砂糖を入れてこうやって焼いて、甘さが足りなかったら蜂蜜をかけてまあ、切って食べるとすごく美味しいです。甘いのが好きな人はそうやって作ってください。また私の生徒さんで甘くしないフレンチトーストを Facebook に載せていました。それいいなと思って先日作ってみてとても美味しかったので紹介します。卵と牛乳を混ぜて同じようにパンに浸して、そして焼いた後に粉チーズを振って食べます。これもすごく美味しかったのでおすすめです。食事としてはね、そうやって甘くしないフレンチトーストすごくいいなと思って、まあ私はそれもとても気に入っています。粉チーズをたっぷりかけて食べると本当に美味しかったです。いただきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。